どうも皆さんこんにちは、渡辺です。池田です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ですね、今日はですね、なんとちょっとこうオイルを使って、まあスタイリングだったりとかアレンジをちょっとするかなと思うんですけど、なんかどこまでつけたら可愛くアレンジできるかなっていうことをちょっとやっていきたいと思います。まあ普通につける方とかつけない方とかもいるかなと思うんですけど、まあこのまま今池田さん何にもしてないんですけど、このままアレンジしてやるヘアスタイルと、これをたくさんつけてやるヘアスタイル、なんかどの違いがあるかということをちょっと今日は検証していきたいと思いますので、気になる方、なんかつけ方とかもちょっとわからない方とか、よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。では始めていきます。今はもう何にもついてない状態ですね。もうドライの状態で、これでお団子をちょっと最初にやっていきます。髪の毛をまとめて、まあ、ちょっとおしゃれゴムですね。ゴムで結んで、お団子の状態にまとめます。今回はちょっと検証なので、これでちょっとほぐしていきます。まずこのお団子の部分をほぐして、あとトップの部分。ちょっと順々にほぐしていきます。これが何もなしでお団子にした感じになってます。少しちょっとパサつきというか毛羽立ちが気になる感じになってます。だいたいこのぐらいの量で最初はつけていきます。次はオイルをつけていきます。で、基本的に毛先中心からしっかりとつけて、表面に向かって伸ばしていきます。で、ダイレクトに表面からいってしまうとちょっとベタベタになりすぎて、こう洗ってない人にも見えるかなと思うので、まずは毛先の毛羽立ちをしっかり押さえるように最初につけていきます。まあ、1回目つけ終わったんですけど、まあ、ところどころなんかまだついてないところがちょっと少しあるかなと、なんか全体的にはまあついてるんですけど、ちょっとパサつきがまだ出てきてるかなと思うので、もう1回つけていきます。ある程度こう触ってこうまとめた時に、ちょっとこうドライの質感になっているところがなくなるぐらいつけてあげると結構ベストかなと思うので、その部分をしっかりつけていくような感じでやっていきます。このぐらいのしっとり感、こうまとまり感ですね、こういう感じになってれば OK です。次はオイルがついてる状態でまとめていきます。後ろでゴムを結んでお団子状にしていきます。で、少しほぐします。表面の部分も少しほぐします。もうなんかほぐしてて分かるんですけど、ちょっとこう毛束の束感が結構綺麗に出てて、パサつきがあんまり分からない状態になってます。はい、これがオイルをつけた状態でまとめた感じです。毛先の束感とかが綺麗にまとまりで出てて、パサつきがあんまりこう出てない状態に見えますね。まあ、つけないよりオイルをつけてやる方がアレンジは可愛く見えますので、よかったら参考にしてみてください。